帯広信用金庫は北海道帯広市に本店を置く信用金庫である。2016年度現在、十勝総合振興局の7自治体の指定金融機関である。1998年北海道拓殖銀行が破綻し、同銀行を指定金融機関に指定していた帯広市から指定金融機関として指名される。また旧中類村の収納事務。 取扱金融機関であったが、2006年2月6日に幕別町に合併後は、幕別町の指定金融機関である、北洋銀行が指定され、幕別町の収納代理金融機関のままとなった。2016年3月時点で、預金口は6,804億円と、北海道内の新金では、旭川新金に次ぐに、 1985年から旭川新金を抜きトップとなっていたが、2002年に旭川新金がフラの新金を合併し、トップに返り咲くと、そのままにとなっている。同時期の自己資本比率は18.35%と、旭川新金を上回っているが、輪っかない新金には大きく、水をあけられている。帝国データバンク、札幌支店がまとめた2015年の道内。 メインバンク調査によると、銀行を含む金融機関では、北洋銀行、北海道銀行に続き3位、信用金庫では、旭川新金を抑えトップである。十勝総合振興局のみに絞って、営業活動に重点を置いているため、十勝総合振興局以外への店舗進出が消極的である。十勝総合振興局以外では、 釧路総合振興局の釧路市及び知らぬか町を営業エリアとしているが、支店はない。2009年7月現在、本支店35店舗中、帯広市が17店舗と帯広市内に支店の半数が集中しており、町内に2店舗あるのは、おとふけ町と清水町のみ。また、十勝総合振興局で店舗がない自治体は、池田町、さらべつ村である。 2009年6月5日より、三島信用金庫と静岡空港開港とともに、新千歳空港便就航を機に、人材交流を含めた業務提携を締結した。帯広信用金庫の ATM、2000円札の出金は2012年8月をもって廃止した。帯新が設置した ATM での当金庫、キャッシュカードを利用しての入金については時間外、手数料を取っていない。 ただし、他金融機関との共同 ATM については対象外となる。また、入金ネットにも参加している。セブン銀行、新銀行東京、イオン銀行、ビューアルテと利用提携を結んでいる。スポーツ振興くじ等選挙の払い戻し店は以下の店舗のみ。2007年、同性同盟維持の預金データを誤って統合したことに伴い、 情報漏洩及びこれに気づかなかった預金者が預金引きで行う事件が発生した。ありがとうございます。